こんにちは、ジョージ石原です。はい、今回はこちらでございます。はい、トミカランボルギーニベネーノです。はい、では早速開封していきたいと思います。赤はこうですね。入っていたものはこのアンケートですね。はい、はい、そしてこのトミカの広告ですね。はい、そしておおすごいです。これはちょっとどころじゃなくむちゃくちゃかっこいいですね。はい、見えますかね。はい、こちらでございます。ランボルギーニベネーノです。あ、こうですねベネーノです。はい、では、詳しく見ていきたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、正面はこうなります。そして、はい、横はこうなります。そして後ろですね、後ろはこうなります。いやー、かっこいいですね。はい、上はこうなります。そして下はこうなりますね。で、ドアは開きませんね。はい、はい、サスペンションはしっかり効いてますね。はい、ではちょっと転がしてみますね。はい、はい、転がり感もバッチシですね。あ、これはいいですね。かっこいいですね。はい、ではちょっと写真を撮ってみます。写真を見ながら実車の性能についてちょっとお話ししてみたいと思います。はい、ランボルギーニベネーノ、どうやら今回も名前の由来は闘牛から来ているそうです。エンジンは 6.5 リッター V 型12気筒エンジンを搭載しているようです。そして馬力なんですが、なんとあのアバンタドールよりも50馬力も上回る750馬力出ているみたいですね。さらにまたまたあのアバンタドールよりも125キロも軽量化され、そして最高速は5キロアップし355キロだそうです。これはすごいですね。まさにスーパースポーツカーです。はい、ではこちらのランボルギーニアベンタードルと、比べてみます。どうですか。両方かっこいいですね。ただこちらの方がなんて言うんでしょうね、もうレーシングカーみたいな感じしますよね。もう未来のレーシングカー、そうですね、そんな感じしますよね。でこちらの方が、そうですね、でもこちらもすごいっすね。ただ私はこちらですね。でもやっぱり全然違いますね。こちらなんですけど、私ちょっと特に気に入ったところがあるんですね。これなんですよ。このホイールですね。タイヤのホイールのところが赤いんですよね。赤色ですね。これかっこいいですよね。これは多分この車ってシルバーですか。この色が一番似合うんじゃないですかね。ものすごくかっこいいですね。初回限定カラーの黄色ですかね。あれもいいとは思うんですが、私はこちらの方が好きかもしれません。はい、はい、いかがだったでしょうか。かっこいいですね。これは本当にかっこいいですね。はい、またちょっとこの初回限定カラーとも、比べてみたいと思います。どうでしょうね。私でもこれが一番気に入ってたんですけどね。このアバンタドールが気に入ってたんですが、かっこよさでは私こっちですね。はい、こちらもいいですけどね。はい、もうランボルギーニシリーズいいですね。このレベントンといい、この3台本当かっこいいですね。はい、もしよかったらこちらランボルギーニベネーノ、どうでしょうか。はい、チャンネル登録お勧めない方、もしよろしければこちらにあるですね、登録ボタンより、よろしくお願いします。スマートフォン、タブレットの方は動画下にあるですね、
登録ボタンよりチャンネル登録よろしくお願いします。またですね、あのランボルギーニのシリーズはぜひとも揃えてみたいと思います。ありがとうございました。